はようございます。はい、あ、すいません、あの、デイリーヨシモトです。あ、おはようございます。ひょうちゃん、デイリーヨシモトむちゃむちゃ下手くそやはい、なんか、喋る感じですか。あ、いや、あの、なんか、はい、あの、会社から指令が出てまして、はい、楽屋での皆さん、芸人さんたちの、まあ、一般の方が見れない、あの、そういうお姿を撮ってきてほしいと。なるほど。では今から後輩を残した昼飯食べに行った。そうやな、一気に舐めてわしゃ野良犬か。小玉ゆびき賞出てあるから楽屋おらへんからじゃあ入っていったら師匠の一番おいしいな出前の皿なめてねえな日頃とんなやねん。そういえばですね、はい、そういえばこの間、私ちょっと YouTube で、お二人のやすきよ漫才を見させていただきまして、はい、最高だなと。いかんでー、しかし。いや、もう本当にあれは世に出していかないとまずいんじゃないかなぐらいの大爆笑だったんですけど、もしよろしかったらどっかの公園でやすきよ漫才。あら、でもそれはまずいですか。いや、2個だけ問題点が、はい、問題点、はい、一つは、はい、清志師匠役の僕が、はい、似ていない。いや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 、声すぎて似ていない。もう一つ、もう一つ、相方がここ一番似ていない。そうなんですよ。で、あと三大の難点は、僕はいつもやけるけど相方が忙しいっていう、こういう難点があって、なかなかコンビで最近稼働できなくて。あ、そうなんですね。そんなもあるんですよね。西川忠さんとやったら面白いなと思うんですけどね。息子さんとね。息子さんと。だから百年物語は忠さんと僕で屋敷をしました。へ、はい、そんなパッケージ。あ、そんなレアものもあるわけです。僕はもうそうなったらちょっとまあしゃあないから、一人で喋るやってるやんか。入れていただいて。もうやってるやん、すでに。あの、一人でも15分ぐらいは。いやいや、やってね、そのまま置きますよ、それやかましは。ありがとうございます。ちょっと、ちょっと肉体に見せた手や、最後。じゃあ最後に。もう最近ちょっとボディービルド始めましてね。おー、すごい。おー、すごいですね。はい、うわー。ありがとうございます。この前方が僕の楽屋来て、長渕の楽屋と間違えましたよね。あ、長渕さんがまた入って。ただ、コンビ組んで24年になるんですけど。もう24年ですか。24年目にして、たまに俺に裸見てくれって言うときは一番嫌な時間どう思う一番嫌な時間ですよ。ちゃん、どう思う言って聞くんですよ。いや、素晴らしいです。まあね、こんなこといろんなこと、もかびした手や。ひょうちゃん、どう思う。あ、まあ、こんなこと、ね、まあ、こうやってね、相方もね、なんていうんですかね、ボディービルを頑張って43年で43でね、なかなかね、お父ちゃんになったし、言うてもね、こんな肉体が、もうかにかんもういいわ何ペンさすね、ほんで。スラバのスノーショー。この夏、魔法の雪が日本に降り積もる。創作、演出、スラバポルニ。世界30カ国以上、120を超える都市で500万人以上動員した体感型パントマイムショー。世界各国で数々の演劇賞を受賞し、各地から絶賛の声が届いている。そんな彼のスラバのスノーショーがこの夏、東京と大阪にやってくる。心が踊る子供のような笑い声と喜びのため息が波のようにやってくる。世界各地で大絶賛の嵐を巻き起こしたスラバのスノーショー、チケット絶賛発売中。